そうなんですね。やっぱ絵、子供の頃から描かれてるんですか？いや、そこまで描いてない。あ、そうなんですか。かもしれないですね。入賞したりとか。あんまり記憶にはないですね。あ、そうなんですね。へえ。まあ、すごいな。でもやっぱり、そんなにうまくないですね。なんか会社でも、やっぱりイラストレーターとかだとすごい上手だったりする。まあ、上手い人はまあ、ね、めちゃめちゃ上手いですからね。でもそれでちゃんとやれてたって絶対すごいと思う。ありがとうございます。いや本当に漫画も結構あれですか、もうあのペンタブとかそういうので描くんですか？あ、そうですね、デジタルで。デジタルで、あの画面に描くやつで。漫画家はかっこいい職業の一つですね。え、そうなんですか。私が思う。全然かっこよくないです。いや、かっこいい。なんか聞くもいいっすよ。まあそうなんでしょうけど、なんかこう子供の時から私漫画は割と好きなんで、はい、憧れるじゃないですか。あ、なんか漫画が描ける、はい、すごいみたいな。自分も漫画描こうとしたことあって、でもなんかやっぱちゃんとそのあれっていっぱい要素があるじゃないですか。絵も上手くないといけないし、こう小回りだったりとか、はい、ストーリーだったりとか、こう起承転結とかで、まあ、さらに言えばこう綺麗に仕上げるっていうか、あ、そう、それなんか いろんな状況というか要素が必要になるので、で早く描けなきゃとかね、本当にし、まあ、商業誌でやるんだったらっていうのもあったりして、これは無理って思う。なんかその青年誌の時は、結構気楽に描いて。そうなんですか。なんか人によるんだと思うんですけど、なんか切り取って描けばいい話の、なんだろう、間を切り取って描けばいいから、あんまなんか流れとか説明せずに、まあ、始まってるみたいな。もう始まってるって、話が始まってて、まあまあ別に自由ですもんね、持ってき方は。そんなにで、特に青年誌だとそんなに分かりやすくっていうふうにもしなくてもいいし。普通の漫画描くってやると結構大変、大変でしたね。あ、そっち違いがあるんですね。はい、なんか結構説明入れなきゃいけないっていうか。エロボットあれですよね、あのローティーンのあれですよね。そうですね、ローティーンなんですよね。で、なんか表紙は全然普通紙っぽいんですよね。あ、そうですね。なんか普通にワンピースの女の子とかが出てる。そうそうそう、そんな、なんか全然エッチい感じがない、普通にイラストって感じです。そう、なんか普通のイラスト誌みたいな、なんか自然、ナチュラルに可愛い女の子だなぐらいの、はい、そう、女性でも全然見て嫌悪感持たないような。イラビオシェスコですけど、なんか表紙と中身がビッグギャップがすごいみたいな。
対終わらないですね。あ、はい、なんかそうなんですよ。足は良かったですけど、体の方はあんま痛くはないですか。はい、痛そうですけどね、とか。あ、はい、そう、なんか、血管が大丈夫です。あ、大丈夫。凝りはすごいありますけどね、気持ちいいぐらいな感じですか。はい、今日も足は冷たいですね。足、ふくらはぎが、足はあったかいんですけど、温度差がちょっとムラがありますね。